昨日のタイトルが起爆剤が欲しいところですって動画ご覧になりましたか本日は少し小山市の状況を考えていきたくもいます。小山市は3つのチャンネルを持ち運営しております。およそなんですが3つの合算は約20万再生ちょっととなります。同レベルの再生数でいえば金剛組長、ナイト。その下にミュウツーと内藤さん。 コンクミって、専業 YouTuber ですよね。ナイトはどうなんでしょう、専業なのか兼業なのかは分かりませんが、もともとは経営者だったみたいなので、他にも収入があるのかなとも思いますが、専業の匂いもするんですよね。そして、20万再生に満たないで言えば、内藤さんは兼業ですよね。ミュウツーは、不足しだすと、ウーバーって印象があります。そう考えると、 スパチャの金額次第ではありますが、専業でやっていける可能性があると想定することができます。普通の動画なら、8分以上で単価が0.3円前後なので、広告収益で6万円前後。そこにスパチャがどれだけ乗るのかで生活水準が大きく変わっていくわけなんですが、ちなみに、スパチャなくても、教育系などは単価1円前後、光るみたいに1時間くらいの動画なら、 それすらも超える可能性もあるのかなって見ています。そんな話はいいとして。専業の皆さん、ちゃんと賃貸に住んでいるし、旅行に行ったり、免許取りに行ったりしていますよね。でも、小山氏は家もなく、寝カフェ住民なわけです。昨日に配信しなかったのは、ブースで吠えて注意でもされたのかもしれませんね。でも、他の人はちゃんとした生活をしているのに、小山氏は難民。 この差は何なのか。ネット住民による考察によると、仮想通貨詐欺以前から、仮想通貨に手を出して溶かしていたんじゃないかと見られております。前世紀は月収1本も2本もあったわけで、それが何ヶ月も続いたので、資産はそれなりにあるはずです。私がランキングをやっていた当時、再生数は120万再生から250万再生くらいでしたので、月収も良い月なら、 一本言っていたはずですそれなのに、その当時から、会長に金を借りていましたし、月末になるとレーズンパンばかり食べていました。金ない、金ないって言いながら。落ちぶれた当初も、月収は30から50万はあったはずです。再生数ベースで見るとですが、この頃から、視聴者に向けて、支援を呼びかけるようになっています。何に使ってんのかなって疑問でした。 いけないお薬ってそんなに高いのかな、知らんけどとも思っていました。だって、旅行以外、そんな湯水のごとくお金使ってないじゃないですか。キャバクラに行っていたわけでもないし、風でもないわけでしょ。パチンコ、競馬も耳にしないし。なんか、不可解な金の動きがあるんですよね。仮想通貨であったり、株なんかで溶かしていたのかな。それとも、 昔から投資詐欺にやられていたのかなって思ってしまいます。というように、何かに金を浪費している可能性がありそうだなって思います。そして、今は、専業の人たちと同じくらいの再生数なので、ネカフェ難民として生活していくことは可能なんじゃないのかなって思いますが、難点は、ネカフェ難民だと、配信に支障が出るという点です。もう VTuber になるか、野外になりますが。 VTuber やる技術はないので、野外となりますが、おそらく、アンチからの突撃を恐れるところもあるんじゃないのかなって思うんですが、どうなっていくのやら。でも、マジで何に金を使っていたんだろうね。